キロの子は190キロへの挑戦、初めての国体で全力で楽しみますと言ってくれてます。Thank you.
挑戦です。
曲、ジロは 212.5 キロへの挑戦です。さあ、本大会の意気込みに頑張りますと言ってくれてます。1番
残念ながら失敗です。マグロです。マグロです。ケザンバー9番西龍太選手、群馬県所属、ベスト記録を更新して優勝してくれてます、優勝しますと言ってくれてます。205キロへの挑戦です。
拓也選手、石川県所属、できることをしっかりやると言ってくれている220キロへの挑戦です。
重量130キロに挑戦です。
バトルでの世間ナンバー1番郷田隆弘選手、沖縄県所属、ジロー135キロに挑戦です。
第2試技最後の試技者ジル160キロに挑戦です。ベスト記録更新して優勝しますと言ってくれてます。Thank you.
残念ながら失敗です。パズルテストの席ナンバー12番原田中選手、北海道所属、トータルの予選記録で1位で通過した選手、重量は 157.5kg に挑戦です。パズルデッドのテケナンバー8番、梶原光大選手、岡山県所属、重量の方は 160kg に挑戦です。じゃあ自己ベストを目指しますと言ってくれてます。
込みで頑張りますと言ってくれている選手です。はい、成功です。軽く上がりました。梶原選手です。はい、バドルでとゼッケンナンバー6番八代雄太選手、千葉県所属、重量240キロに挑戦です。
から20キロアップ240キロに挑戦です。ジルの方は270キロに挑戦。
量は235円以上です。重量は270キロに
挑戦です。